大学屈指の左腕を密着マーク。中日が、10月24日のドラフト会議で、1位候補に上がる関大の最速154キロ左腕、金丸夢と投手、21、を7日開幕の関西学生野球秋季リーグで徹底視察する。関大、金丸と共に大学屈指のショートとして熱視線を浴びているのが明大の宗山類内野手、21、だ。2月に練習試合で支給を受けて右肩甲骨を骨折し、その後右手中指の骨折もあり、春季リーグは5試合の出場にとどまった。ただ8月31日にエスコンフィールドで行われた東京六大学選抜と、日本ハム2軍との練習試合では途中出場でマルチ安打をマーク。ショートの守備にもつき、東京六大学秋季リーグ戦でも明大の初戦、21日、でスタメン出場が見込まれる。松永スカウト部長は、守備は派手さはないが堅実で野球センスがあり、スター性もある、と改めて宗山を高評価。打撃は長打力もあって鳥谷、元阪神など、タイプ。鳥谷よりも守備は柔らかい。10年先まで見越し、我慢してでも使いたくなるような雰囲気がある。西の金丸と共に東の宗山にも注目している。今年もショート行ったら、自分のチームは育成できませんと言っているようなもの。村松がショートやってるのに指名したら、明治で禁になるから指名することはまずない。もう内野手はいらんやろ。いい選手なんだけど、今年は投手一択よ。心配しなくても夢とでしょ。マジで楽しみ来てくれたらガチであるぞ。いや、もう金丸でいい。内野手ばかりでは困るし、今は投手が一番必要。今年の1位はピッチャーだろ。ただでさえローテの投数が足りなくなっている上に、オフは新之助とライマルの去就が問題になるぜ。1位は金丸か中村がいい。先発やライマルが抜けた後のセットアッパーな守護神が間違いなく足りない。去年一番乗りのに指名で津田なんか取るからこんなことになるんだよ。1位は金丸か中村でしょ。これだけ二遊間集めても宗山行く？まあそれはそれで面白いけど、大学の先輩村松がショートを固めつつあるからさすがに行かないと思う。立浪だと本当に宗山に行きそうで怖い。